じゃあ、まず御言葉からいきましょうか。12月23日土曜日、あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。第一テサロニケ5-22。 Don't have anything to do with evil. Don't have anything to do with evil. あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。英語はね、直訳すると、悪いことをついて、何か悪いことをするようなことをね、持ってはいけませんみたいなですね。はい。あいかつさん、おはようございます。行きましょう。はい、ゆうさん、おはようございます。あ、今日はちょっと曇ってるのかな、晴れてるのかな、曇ってるか晴れてるかちょっとわからない。晴れてるのかな、晴れてる、晴れてるのかもしれません。すいません。今日は土曜日なので、あまり人がいないですね。いいですね。静かな土曜日。昨日はですね、ここをですね、夜イルミネーション配信ということで、夜ここを通りました。はい。今日はまあそうですね、少し寒いですけど、まあハロー YouTube。 あ、はい、元気、いってらっしゃい。バイバイ。ですね、息子がちょっと出かけました。ちょっと後ろ姿だけびっくりしましたけど、まあ声をかけてくれました。どこ行くんでしょうね。ソルジャーさん、おはようございます。今日は天皇誕生日、そうですね、今日は天皇誕生日ですね。再来年退位するので、この今の天皇の誕生日は来年が最後になるんでしょうかね。再来年の天皇誕生日はなくなるでしょう。クリスマスが25日で、天皇誕生日が23日ですから、今の天皇はですね、イエス・キリストに対してあまり悪い思いは持ってないんじゃないでしょうかね。誕生日が近いので、意外とイエス・キリストのことを好きかもしれませんね。そうですね、再来年の4月までですね。明日はイブ、楽しみです。そうですね、エルテル・キリスト教会ではですね、朝10時半からクリスマス礼拝をします。そして、犬の糞がね、ありますね。これちょっとまずいですね。ちょっとごめんなさいね。犬の糞が落ちてるので、まあ、枯れ枝を犬の糞を溶けないとですね、どこの人が踏んじゃいますね。もう踏んだ跡があります。私の息子も犬の糞を踏んだかもしれませんが、
ね、この犬を散歩する人はですね、この犬を糞をですね取るのは当たり前なんですが、時々取らない方がありますね。よいしょ。ごめんなさいね、すぐ終わりますからね。よいしょ。これでいいでしょ。はい、私は踏んでません。私は踏んでませんが、まあ息子が踏んだかもしれませんね。これはコスモスですね。コスモスが咲いてます。それからこれが、何でしたんですかね、シャコバサボテン、シャコバサボテンというサボテンですね。サボテン、あとそうですね、これはパンジーですね。はい、クリスマスはですね、クリスマスはイエス様の誕生日ですが、神様は、世界中でクリスマスを、お祝いされています。それは世界中の人に、天国に、招待を出していることだと思います。クリスマスがなぜ、いい雰囲気か、それを考えました。クリスマスがですね、いい雰囲気だということの一つの理由はですね、クリスマスキャロルにあると気づきました。どういうことかというと、クリスマスキャロルは賛美歌なんですね。ですから普通賛美歌はですね、教会の中で歌われているわけです。ですけどクリスマスの時はですね、巷でもクリスチャンじゃない方もですね、歌うわけですよね。で、賛美歌というのは神様を賛美する、イエス様を賛美することですから、そこには、油注ぎがあると思います。ディズニーのクリスマスキャロル、ああいいですね。クリスマスキャロルっていうですね、物語があるんですね。その何か、氷菓子の何て言ったら、名前ちょっと忘れましたけど、おじさんがですね、そのクリスチャンホームの愛を受けてですね、悔い改めて、クリスチャンになるというそういう物語があるんですけど、すごくクリスマス
にはふさわしい物語ではないでしょうか。今日のですね、スクルージョージさん、スクルージョージさん、そんな感じですね。スクルージおじさんですね。夢を見るんですよね。夢を見て、なんか天国と地獄だったかな、なんかお墓かなんかの夢を見るのかな。そして悔い改めるんですね。皆さんも天国と地獄の夢を見てください。そうすれば皆さん悔い改めてですね、イエス様を信じるようになるでしょう。自分の将来が永遠の地獄、火の池に行くということを夢で見たら、皆さんもう怖くなってですね、もう罪を許してもらうためにイエス様を信じるのではないでしょうか。世界中の人たちがスクールおじさんのように地獄の夢を見るべきですね。地獄の夢を見るべきです。そうすれば自分の罪が分かって、自分の罪が分かってですね、イエス様を信じるようになるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも、まだ信じてない方は、信じた方は地獄の夢を見ない方がいいでしょうけど、天国の夢を見てもいいですよ。天国の夢を見てもですね、ああ天国に行きたいと思いますから、天国か地獄の夢を見てほしいと思います。ヒカルさん、アメン。はい、ここに来ました。駅前に来ました。土曜日ですから、すごくこう静かです。朝日が当たってます。昨日来たところですね、ここね。駅前はこうやって、土曜日ですから人がほとんどいません。アイウェオさん、おはようございます。それではですね、ちょっとどこに座りましょうかね。この上に登っていいのかな。ここでちょっとお話ししましょうね。はい、今日の話はですね、入試合格が天国、不合格が地獄。ああそうですね、本当の入試は天国に、入ることが合格、地獄に行くことが不合格なんですね。不合格が地獄なんではなくて、地獄が不合格なんです。わかりますか。そして合格が天国なんじゃなくて、天国に行くことが合格なんです。似てるけどちょっと違いますよ。どうしたら天国と地獄の夢見れるの。そうですね、どうしたら見れるか、それはですね、なんて言ったらいいでしょうかね。イエス様に見たいですって言えば見れるかもしれませんね。今日のタイトルはですね、国連で、トランプ大統領のエルサレム宣言をですね、なんて言うんでしょうかね、取り消す決議があったんです。でその決議に対して賛成した、ほとんど賛成で議決されたんですけども、反対した、つまりエルサレム宣言を、賛成した国が9個あったんですね。ちょっとその9個の国の名前をちょっと言います。
昨日も言ったかな、今日も言いましたが、ちょっとこうプリントしてきましたね。つまりエルサレム宣言を賛成な国はガテマラ、ホンジュラス、イスラエル、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウル、パラオ、トーゴ、米国、アメリカですよね。この9個の国はですね、エルサレム宣言を賛成なんですね。つまりイスラエルを祝福する者は祝福される、イスラエルを祝福する者は祝福されるということで、この9個の国は祝福されると思いますよ。そしてすごく面白いのはですね、ちょっと読みますね。エルサレムの首都認定を撤回するよう、米トランプ政権に求める決議が国連総会で採択されたことを受け、ヘイリー、米国連大使は21日、決議案に賛成しなかった米国以外の64カ国の国名をすべて列挙し、国連の無責任なやり方に加わらなかったことに感謝するとツイッターで発言した。国連関係者によると、ヘイリー氏は64カ国を招いて1月3日夜、米国への友情に感謝する宴を催すという。64カ国は米国以外で反対した8カ国、棄権した35カ国、欠席した21カ国の合計。つまり、9カ国がですね、賛成した、エルサレム宣言、ちょっとこれややこしいんですがね、とりあえず、エルサレム宣言をに賛成の国は9カ国ということですね。しかし棄権とか欠席もですね、あえて賛成しなかったかもしれない、知らないけど、しかし一応反対はしなかった、エルサレム宣言には反対しなかったという国が、56になりますね、56で、9カ国と合わせて、アメリカを抜いて65カ国、64カ国。その64カ国を、どこで招くか分かりませんが、アメリカへの友情に感謝する、宴っていうんですから、なんて言うんでしょうかね、夕食ですかね。それは嬉しいですね。これで私はですね、皆さんに言いたいのは、こういう国々は神様に祝福されます。イスラエルを祝福すれば神様に祝福されます。特にこの9カ国は、この9カ国は神様に祝福されると思います。そしてこのエルサレム宣言に反対する国は呪われます。エルサレム宣言に反対する国々は呪われます。ぜひ皆さんこれから見てください。神様の言葉が成就します。神様の言葉が成就します。イスラエルを祝福する者は祝福され、呪う者は呪われるという、この御言葉が成就しますので、皆さん見ててください。来年この国が、国々が祝福されるのか呪われるのか、皆さん、ニュースを見てそれをしっかり見ることができますよ。そしてそのエルサレム宣言に反対する国の中に日本があります。日本はエルサレム宣言に反対してしまいました。日本は呪われる国になってしまいました。皆さんどうしましょうか。私たちはその日本人として日本が呪われないように、悔い改めて、祝福しましょう、取りなししましょう。拓也さん布団から出れません、寒いですからね、なかなか寒い日は、布団から出にくいかもしれません。
そしてこのエルサレム宣言に反対する国はですね、イギリス、フランス、中国、ロシアもあります。こういう国々は呪われますね、呪われます。日本を救うことができるのはイエス様ですね。イエス様だけが日本を救うことができますよ。ですから皆さん、呪われたらどうなりますか。いろいろね、災害が起きたりなんかすると思いますよ。災害が起きたり、いろんな問題が、起きてくると思います。はい、それではですね、イスラエルを応援するということはね、イスラエルを応援するということは、神様を応援するということです。当然神様に聞き従い、神様を喜ぶならば祝福されるのは当たり前です。神様に敵対したら当然呪われるのは当たり前です。ですから、はい、ワンさんおはようございます。ですから皆さん、声を出してお祈りした方が効果ありますか。できれば声を出した方がいいですが、声を出せる時があれば声を出した方がいいですが、声を出さなくても大丈夫です。両方やってください、両方ね。はい、そういうわけで皆さん、この世界は2つに分かれました、ね、世界は2つに分かれました。イスラエルを応援する国と、イスラエルを応援しない国、イスラエルを祝福する国と、イスラエルを祝福しない国と分かれました。これは大きなことなんです。皆さん、このことをしっかり理解してください。トランプ大統領はイエスのことを考えていますか。はい、トランプ大統領は、クリスチャンですね。クリスチャンです。二つじゃなくて大半、確かにね、賛成する国は少ないです。少ないけど65ですね、65。今日はどこに歩いてきたんですか。駅ですか。そう、駅ですね、駅ですね。はい、そういうわけでぜひ皆さん、皆さんは、結局それはどういうことかというとね、イスラエルを祝福するか祝福しないかというのを、もう一つの言い方をすれば、イエス・キリストを信じるか信じないかということです。つまりイエス・キリストを信じる者は祝福されて天国に行きます。イエス・キリストを信じない者は呪われて地獄に行きます。ですから、そのイスラエルを祝福するか呪うかということと、イエス・キリストを信じるか信じないかということが、すごく関係があるということですね。なぜキリスト教の国々も反対されているんですか。それはですね、以前キリスト教国だったけれども、以前キリスト教国だったけど、今は信仰がなくなってしまったと言えるんじゃないでしょうか。確かにこの65カ国にはですね、アメリカの援助にこびって賛成した国もあるかもしれません。でもそれであってもイスラエルを祝福したことになります。ですから、それであってもイスラエルを祝福した方がいいんです。私の呪いではないですよ。私の呪いではなく、神様の呪いです。キリスト教国なのに反対した国は、今リバイバルの効果がほとんど切れたのですか。主にヨーロッパはですね、ヨーロッパは昔、キリスト教国だったけど、
今は信仰が、まあ、何て言うんでしょうかね、信仰が弱ってしまったということです。そうですね、フランスやイギリスも非難決議に賛成してしまいましたね。そういう国々は呪われます。日本も含めて呪われてしまいます。ですから日本のために祈りましょう、ね、日本のために祈るのです。プロテスタントは恋愛禁止ですか、結局ですね、聖書では不貧困を禁じています。不貧困を禁じるということは不貧困に至りやすい恋愛も良くないということですね。恋愛っていうのは結局異性を、まあ、理想化して偶像化してしまうということですね。それじゃあ証しタイムいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イスラエルを応援するようになった証し。イエス様を信じて、イスラエルを応援することが大事だということが分かった証し。スタート。結婚はいいですよ。結婚は、信仰結婚なら OK ですね。信仰結婚 OK です。072はダメですね。072はダメです。ゆうすけさん、おはようございます。はい、証書いてください。証婚活パーティー、まあ信仰結婚でなきゃダメですね。神の愛がなければ結婚はできないんです。災害が起こらないようなイエス様に祈ろうと思った。そうですね、アメン。この前仮免取りました。あ、よかったですね。仮免取ったんですね。この前仮免取りました。はい、牧師さんも信仰結婚ですか。いや、私はですね、実は、クリスチャンになったばかりの時にもう婚約してまして、信仰結婚じゃない結婚してしまいました。でも神様の憐れみによって6年後にですね、妻は、クリスチャンになりました。アガペの愛がなかなか、そうならいいね。アガペの愛、伝えるのは、ちょっとごめんなさい、わからない。皆さん、証書いてください。イエス様を信じてイスラエルを応援にするようになった証書、書いてください。イエス様を信じてイスラエルを応援するようになった証書、書いてください。日本もイスラエルを応援するように安倍総理反対デモに参加しようと思った。イエス様が全て、イエス様に我々は救われます。そうですね、アメン。イエス様に頼れるようになったので心に余裕ができました。恋愛参加の聖書の画家をどう考えておられますか。ユースケさん、あれはね、恋愛参加じゃないんですね。あれは恋愛参加じゃなくて、あれはですね、イエス様とイスラエルの関係なんですね。またはイエス様と教会の関係を表してるんであって、
あれは恋愛参加ではないんです。拓也さん、声を出して祈った。無償の愛ってあるの？ありますよ。神様の愛は無償の愛ですね。神様の愛は無償の愛です。イエス様のおかげで大病が治りました。ああ、よかったですね。大病が治った。ああ、よかったです。よかったです。ごめんなさい。今日の御言葉ちょっと勉強しませんでしたね。今日の御言葉はね、第一テサロニケ、第一テサロニケ5-21です。22です。悪はどんな悪でも避けなさい。この一個前のと一緒にセットで学ぶ必要があります。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。まあ、これはですね、どっちかというとアブステインっていう英語になっていますので、どっちかというと悪習慣のような感じですね。悪習慣を避けなさい。そして良いこと、つまり本当に、いろんなことに関して良いことを。あ、おはようございます。ハレリア、アメン。映していいですか、まんちゃん。映していいですか。ほら、見てごらん。こっち。名前は何て言うんですか。ジョーです。ジョーちゃん。ジョー、ほら。怖いの？怖いのかな。怖くないね。怖くないね。ごめんなさい。どうも、惚れられてしまいましたね。吠えられてしまいましたけど、ジョーちゃんですね。はい。私たちは全てのことです。皆さん、全てのことで、良いことと悪いことを分けるんです、ね、どうすることが良いことと、どうすることが悪いこと、全てのことです。皆さん、全てのことをしっかり守って、悪はどんな悪でも避けなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。悪いことをですね、本当に避けるのです。そして良いことを選ぶのです。良い行いを、ね、良い行いによって救われるわけではありませんが、しかし救われた私たちは良い行いをします。良い行いを求めます。おはようございます。おはようございます。寒いですね。寒い。雨。はい、はい。犬は悪魔ですか。いや、犬は悪魔じゃないですよ。犬はどこに、死んだらどこに行くんですか。クリスチャンのペットはですね、クリスチャンのペットは天国に行くそうですよ。クリスチャンのペットですから、皆さんペット持ってる方はですね、クリスチャンになった方がいいですよ。そうすれば天国にペットが行きますよ。真実の愛をもっと勉強したい。お金があったら町田に住みたい。アーメン。ペット自身は崇拝しなくても、そうですね、ペットは信仰持てないでしょ。クリスチャンじゃないペットは地獄に来ますか。まあちょっと分かりませんがね、そのあたり分かりませんが、天国で自分のペットに会ったという証がありますから、まあそれは聖書には書いてないんですけど、まあそういう証がいくつかありますので、多分真実じゃないかなと思われます。ですから皆さん、全てのことを見分けて、
すべてのことを見分けて良いものを選んでいきましょう。それじゃあさ、昨日のイルミネーション良かったですよ。そうですか。良かったですか。本当。うちにはアリゲーターガーという魚がいます。天国に行くように祈ります。そうですか。アリゲーターガー。あ、返し、ペットの死後返してクリスチャーになったら魂の一時保管庫から天国へ引き上げられるそうです。あ、そうなんですか。ジョシュア・ハリスの恋愛はいいですね。あれはいいですよ。あれは素晴らしいと思います。クリスマスから明日やるんでしょ。はい、明日教会でやりますよ。駅から LP で近いですね。そう、近いですね。それじゃあ招きをしましょう、ね。今日の放送を聞いてイスラエルを応援したい、イエス様を信じたい、神様に呪われるのではなく神様に祝福されたい方、神様に祝福されたい方、イエス様を信じて、イスラエルを応援して、神様に祝福されたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン。呪われて、地獄行くのではなく救われて祝福されて天国に行きたい方、アメン。アメン、アメン、アメン、アメン。名前ちょっとお読みしましょうか。アメンの方、マイパロさん、ソルジャーさん、ユウスケさん、タクヤさん、大輔さん、ゆうさん、それから大熱さん、勝さん、はい。はい、天のお父様、感謝します。国連の決議で、69カ国がエルサレム宣言に賛成しました。そして あと棄権と、欠席を入れて65、6カ国が、エルサレム宣言に反対しませんでした。どうぞイスラエルを祝福する国々を祝福してください。イスラエルを祝福する国々を祝福してください。またイスラエルに反対する国々も憐れんでください。イスラエルに反対する国々をどうぞ憐れんで、彼らも悔い改めて、彼らも悔い改めてイスラエルを応援する国々となりますよ。日本もそのエルサレム宣言を反対してしまいました。日本は憐れんでください。日本は憐れんでください。今アーメンと言った方々が神様に祝福されますように。神様に祝福されますように。神様に祝福されますように。イエス様、日本が祝福されて救われますように。日本が祝福されて救われますように。日本に救いが来ますように。日本に救いが来ますように。日本に救いが来ます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。はい、明日の10時半。明日の10時半、クリスマス礼拝をします。ニコ生のチャンネルです。それじゃあ皆さん、明日朝10時半にお会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。